青玉の葉っぱがね茶色くなってきてしまったと、これどうしたらいいのと。茶色くなってしまうものと葉っぱを落としてしまう症状について、斑点が出てしまうケースと虫にね食べられてしまったケースについて、気にならなければこのままでも枯れることはありません。グリーンロケットの郡司です。このチャンネルでは皆さんのお庭が素敵になるにコミットした動画をアップしておりますので、ぜひねお庭を素敵にしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回は、この時期ですね非常に多く質問をお寄せいただいてます人気のね、庭木である青玉の葉っぱがね茶色くなってきてしまったと、これどうしたらいいのという質問に対してね、お答えしていきたいと思います。もしかしたら7月ぐらいからですね青玉の葉っぱが茶色くなってきて、もうそれがねどんどん広がってきちゃったとかですね、あとは葉っぱが虫に食われてもう本当スカスカになっちゃったとか、もしくはねもう葉っぱがほとんどなくなっちゃったよというようなね感じになってしまって、これってね枯れてしまったんじゃないかとかね、水をねどんどんやらなきゃいけないのかなとか、不安に思ってらっしゃる方も多いと思います。やっとの思いでね、青玉手に入れてくださった方とかはね本当に不安ですよね。はい、でもこれ、大丈夫です。結論から言うとね安心してもらって大丈夫なんですけど、その理由とこれからの対処法というのを今からねお伝えしていきたいと思います。というのもね、これ青玉では必ず起こるあるあるなんですね。なので青玉を今年植えた方とかでね、これから青玉を植えようか悩んでらっしゃる方もねぜひ参考にしていただければと思います。はい、それでは早速参りましょう。はい、それではね実際にそういった症状が出てる葉っぱをですね、見ながらご説明していきたいと思います。このようにですね、まずはね茶色くなってしまうものと、あとは葉っぱを落としてしまう症状についてご説明したいと思います。これはですねだいぶもう茶色くなってますよね。で症状がねかなり進行した状況だという感じなんですけども、こうじゃなくても葉っぱの縁が茶色くなったりとか、少しね茶色が広がってきたなっていう症状も、だんだんね広がってくるとこういった形になってしまいます。はい、でその原因なんですけども、それはですね、これは葉焼けなんですね。夏の強い日差しとか西日ですね、直射日光に当たると青玉の葉っぱはこのようにね茶色く変色してしまったりして、葉焼けを起こすことがあります。でこれがですね進行してしまうと、はい、こちらですねこのように葉っぱを落としてしまうんですね。はい、ちょっとねこうなっちゃうとすごく心配ですよね。だんだん枯れていってしまったんじゃないかというふうに感じてしまうと思います。はい、で実際こうなったものが枯れてしまったのかということですよね。これちょっとね確認していきたいと思うんですけども、ちょっとね幹を削ってみます。ここちょっと削りますね。どうでしょう、今緑色してますよね。これって生きてるってことなんですよね。ということで葉焼けでね葉っぱ落ちてるんですけども、木はね生きてるという状態なんですね。でこれなんでこれが起こってしまうかということなんですけども、青玉の葉っぱってまあちょっとこれは茶色いですけど、で隣に実はですね、こちらがソヨゴの葉っぱ、ソヨゴがあります。はい、ちょうどねちょうどよくソヨゴがあるんですけど、ソヨゴの葉っぱと比べてどうでしょうか、厚みが全然違うんですよね。青玉の葉っぱって結構薄いんですよね。で青玉は実はね山の中では大きな木の下の木陰で育つような木なので、もともとはね木陰で大きな木に守られてね育ってる木なんですね。なので夏の強い日差しとか西日を直接浴びてしまうと、このようにね葉焼けを起こしたり下にねこう落葉してしまうと、葉っぱを落としてしまうということがあります。はい、ということでねこのように葉っぱを落としてしまってもですね、中をですねこう生きてるかどうか確認をしていただいて、生きてるようであればそのままですね様子を見守っていただきたいということです。で、春になるとですね実は全然元気に芽吹いてくれますので、生きているようであれば春に芽を吹きますので、安心していただければと思います。これがですねどうしよう枯れちゃったってなって水をねドバドバかけたりとか、そういう方がね実は良くないんですよね。青玉はとても強い木なので生命力もとても強いのでね、
こうなってしまっても、ちゃんと生きております。なのにね、そこに水のやりすぎとかになってしまって、反対に根腐れをね起こしてしまうようなことが一番ね危険かなと思いますので、はい、ということでね、葉っぱがねもうこうなってしまうととても心配ですけどね。ですけど青田もとても強い木なので、信じてね、いつも通りの管理で見守っていただければ大丈夫ですので、はいはい。じゃあ次はですね、こういった斑点が出てしまうケースと虫にね食べられてしまったケースについて説明していきたいと思います。ちょっと撮影に無理があるんですけど、見づらいですけどね、ちょっとご容赦ください。で、このですね黒い斑点とかは梅雨時期とかにね雨が続いたりすると結構出たりします。でこれ自体は調べるとですね、黒点病とかまあいろいろ出てくるんですけども、いわゆる菌の一種なんですね。で黒点病とかね、そうなっちゃうと結構大ごとになってしまうんですけども、実はこれ殺菌剤で結構簡単に取ることができます。例えば殺菌剤のですねトップジンとかを散布することによって、防ぐことができるんですね。でこれ自体は、他の木に移ったりはしません。ただですね、ただ殺菌剤って結構撒くの大変じゃないですか。どうですか。これはまだね、手の届く位置にありますけども、これがねずっと上の方まで高いところにね葉っぱを広げてる場合とかは、殺菌剤の散布って結構大変だと思うんですよね。でそうなった時にどうしたらいいかなんですけども、これはですね、実は散布しなくても大丈夫です。というのも、このままですねこれ菌が広がってしまって葉っぱが落葉するんですけども、他の木に移ったりとか、あとはこのままね木が枯れてしまうということはないんですね。それは大丈夫なんですね。逆に、無理してね殺菌剤撒くことで、例えば脚立に乗って落ちたりとか、あとは小さいお子さんがいるご家庭とかはね、あまりそういうのも使いたくないなという方も いらっしゃると思うんですよね。はい、そういう意味で、まあ、無理せずね、まあ、撒ける人はね撒いていただいた方が葉っぱをきれいな状態保つことができるんですけども、無理に巻かなくとも大丈夫です。はい、落葉はねちょっとしちゃうかもしれないんですけども、それが原因で枯れるということもないので、はい、その辺はね、まあ、どちらがいいかを判断してもらえればいいのかなというふうに思います。はい、であとはね、こういう虫食いに合うケースですよね。はい、でこれについても、殺虫剤で予防することはできるんですが、先ほども言った通りね、もし気にならなければこのままでも枯れることはありません。でもしね、殺虫剤使うとしたらオルトランとかが有名なんですけども、まあ、その辺で十分ね、殺虫管理、害虫管理できます。はい、ただまあ無理してね背の高い木だったりするのをね上から散布するっていうのも結構大変なので、その辺はねもうまあ木と虫は共存してますので、はい、そう思っていただいて、今年はねしょうがないというふうに諦めてもらってもいいのかなと思います。はい、枯れることもないので、まあちょっと見た目の問題はあるかもしれないんですけども、はい、その辺はね、まあ巻かなくても大丈夫ですよということですね。はい、なのでね、まあこう食べられてしまっても、まあ木は死にませんので大丈夫ですよと、安心してくださいということですね。はい、もしね本当気になって負ける人は撒いていただければと思いますが、まあ、周りにね薬剤が飛散してしまうのもねちょっと場合によっては良くないかもしれないので、はい、その辺はねぜひ考えてやっていただければなというふうに思います。はい、で最後に、葉っぱがね全部落ちちゃった後に秋にですねこういう感じで新芽が吹くことがあります。でこれはですね、まあ全然問題ないことなので、このまま様子見てもらえればと思います。で運がいいと葉焼けせずにね、紅葉が楽しめたりすることもあるので、はい、全然問題のないことなので安心してね様子見ていただければと思います。はい、はい、ということでね、この時期にある青玉の症状について、お届けしました。大切なことはですね、葉っぱが茶色くなったとしてもですね、まずは枯れているかどうかを確認をして、生きているようであればですね、今まで通りの管理をして見守っていただくということになります。もちろんね、水のやりすぎなどは注意してください。これは根が張るごとに、来年再来年とですね、どん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 状態は改善されていきますので、
ぜひね安心して様子をね見守っていていただければと思います。そしてね虫や菌にやられたとしてもですね無理に殺菌剤や殺虫剤を散布しなくても枯れないのでご安心くださいということですね。青玉はとても生命力が強いので特にね、まあ、有名な話としては野球のバットになる木なのでねとてもね強いんですよね。なので青玉を信じて育ててあげていただければと思います。もちろんね、殺菌剤をかけないとかね殺虫剤かけないというのはもしかしたら見る人からとったらね邪道かもしれないんですけどもでも付き合い方として、枯れませんしね、楽な気持ちで、青玉をね育てていただければねきっとね青玉も喜んでくれると思います。はい、ということでね、今回も、ちょっとね天気が悪くて見づらかったかもしれないんですけども、面白いと思ってくださった方はねぜひグッドボタンよろしくお願いします。またねこれからも皆さんのお庭が素敵になるにコミットした動画をやっていきます。と言ってもですねまだまだね僕もね勉強していかないといけないこともたくさんありますのでぜひね一緒に勉強していきたいと思ってます。なのでね、皆さんのお悩みとかね、リクエストとかございましたらぜひコメント欄お寄せいただければねできる限り頑張っていきたいと思いますんで、はい、何卒ねよろしくお願いします。ぜひね一緒に勉強していきましょう。はい、それではね皆さんのお庭が素敵になりますように。それではまた次回。